数年後、ふらーっと何気なくそのロッカーに立ち寄ったら、そこに男の子が一人うずくまって泣いてるんです。その男の子に大丈夫迷子って聞いたけど、なかなか答えてくれなくて、お母さんはどこって聞いたらお前だ。社長、ではお願いします。おう、ちょっと待ってくれ。行くぞ。はい、思いっきり。やっぱいいな。はい、もしもし。はい。違いますよ。違います。間違いだと思います。違いますよ。違います。はい、はい、失礼します。はい。ちょっと聞いて。横浜のカインズホームですか、だって。困っちゃう。本日はですね、ちょっと天気も悪い中ですけども、この野田スクールにですねお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日講師を務めさせていただきます山本と申します。よろしくお願いします。皆さんの中にはですね、本当になれるのかなっていうね、不安抱いてる方いらっしゃると思いますけども、こちらもプロですので、責任を持ってね指導させていただきますんで、よろしくお願いします。じゃあまず貴重品の方を預からせていただきますんで、よろしく。今からお前に何話そうかな。三好さん、はい、はい、なんだろうな、はいはい、すごくね、はい、力がやっぱ入っちゃってるんだよ。あ、力、なんていうのかな、合気道なのよこれって。野田洋次郎って力いらないの。あ、なるほど。だから深呼吸するでしょ、はいはい、吸って前に倒れ込んでる感じでね、笑ってるけど本当だから、もう力抜いちゃったらもう前に倒れ込んじゃうの。実際に前に倒れ込んだら、まあ、頭ぶつけちゃうのでやめてくださいね。前に倒れ込む感じでね、一回やってみましょう。吸って倒れ込むように。今からお前に何話し、ちょっとストップストップ、そんなに振り回したら危ないでしょ。あと発音も違ってる。正しくはレビオウサ、あなたのはレビオさ。お友達、盛り上がってっか。まだまだ盛り上がれるか。絶対絶対盛り上がれるか。後で後悔とかしないか。帰って親とかにちゃんと自慢できるか。終わった後でこう我に返って、帰りのバスの中とかで憂鬱になったりしないか。こうか、今日帰ってで風呂入ってる時にこうチャポン、はぁ、本当に今日のライブは良かったなってなるか。ツイッターで悪口書かないで。ロケ巨じゃねえよ。なに急に春来た。なに急に、めっちゃボケてくんじゃ、鳥なのに。卒業生起立。はよいしょ。はい、どんどん。はよいしょ。はい、じゃんじゃん。はよいしょ。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。はい、どんどん。